どうも、さあゆうです。ツイッターで撮り鉄が発狂しているということで見ていこうと思います。滝沢ガレソさんのツイートになりますね。秘宝、鉄道オタクに偏見を持つツイッターラーさん、日本中の鉄道オタクを召喚してしまう、ハッシュタグ撮り鉄速報ということで見ていきましょう。撮り鉄ってあの大人数でカメラだの機材だの持ち込んで道路塞いで車の通行を妨げたり電車の運行を妨げたりっていう行為自体が社会に対して何の益をもたらさないくせに、多数の人間に迷惑をかけても反省しない、しかも自分が人に迷惑をかけているにもかかわらず自分たちの目的の被写体が車だったり自転車だったりに遮られようものだったら発狂してわめき散らす、自分らのかけた迷惑の責任なんて取れないくせに人にばっかり責任を求めて、あの金だろ金とか言ってやつは有名だけど、一人じゃ何もできないくせに大勢で集まって一人の人間囲ったりするゴミクズだよな。はい、言い過ぎです。初っ端から飛ばしすぎです。死んじまったけど、ひろしの時事ニュースチャンネルで撮り鉄取り上げてるの毎回見てたもん。自転車2機のやつとかおもろかったな。あ、懐かしいですね。知らない人のために撮り鉄とはどんな人たちなのか、まずはこちらの VTR をどうぞ。足りない。どけよ。死ね。出たよ。どけこれ。おい。おい。おい。何やってんの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 。やば。おい。死ねえ。いや、さすがにやべえ。金だろ。ああ、金だろ。いや、マジで金だろ普通に。おい、やってるって。懐かしいな。これ自転車乗ってたのが飲食店経営する外人さんだったんだけど、この後に撮り鉄どもに店特定されて店のレビュー荒らされたりってことあったよな。まあこの一件で先ほどの自転車の人は江ノ電自転車2機という愛称で人気が出て、インスタのフォロワーが1日で1万人も増えたり、お店には連日行列ができるほどの大盛況となり、最終的にこの江ノ電自転車2機さんは撮り鉄さんに感謝ですねとコメントしたんですね。まあ撮り鉄さんに感謝はどう考えても嫌味だろうけどな。まあ世間的にもついふみさんたち同様印象最悪な撮り鉄さんたちなのですが、今回とあるツイートで全国の撮り鉄を召喚してしまったという問題のツイートがこちらになります。将来自分の息子がなったら嫌なものって、引きこもりとかニートとかより撮り鉄、乗り鉄などの鉄道オタクだよな。ああ、まあそうだよな。男の子の親だったらそうなるよな。これ女の子の親が自分の娘にはついフェミになってほしくないって言ってるのと同じようなもんだもんな。でもこのツイートに撮り鉄切れてんの？バカなんだね。自分たちの普段の行いから自分たちが世間からどう見られてるか客観視できてないんだね。ではこのツイートに発狂している鉄道オタクさんたちを見ていきましょう。はぁ？ニートになるんだったら鉄オタの方がマシだろ。それよりこんなやつになってほしくない。こういう感じの親の元に生まれてこなくてよかった。いいねしてる人、理由を教えてくれ。将来自分の息子がなったら嫌なものって、引きこもりとかニートとかより偏見持ったり差別したりする人間だよな。あなたみたいな毒親になるのが一番嫌ですね。自分の親がなったら嫌なものって、引きこもりとかニートとか追廃だよな。引くわ、間違いなく親ガチャ D ランクやん。一番なってほしくないのはお前みたいにツイッターで誹謗中傷する人間だけどな。私が取り鉄だからとか1ミリも関係なく、お前と違ってもし子供ができたら何でもかんでもやりたいことやれって言うかな。お前だってあれやるなこれやるなって言われたら嫌だしつまらんだろ。外役取り鉄とかとでも結婚できる女ってどれぐらいいるんだろう。いや、鉄オタはまだ外に出てる。アニオタは外すら出ないやついるから、アニオタよりいいやろ。多数に迷惑をかけても反省もしなければ開き直って自分を正当化するやつなんてのは、取り鉄だろうとアニオタだろうと外に出てこない方がいいだろう。あまりこういったことに口を挟みたくはないのですが、おそらく迷惑取り鉄の影響かと思われます。ですが日本には100万人以上の取り鉄オタがいると言われており、迷惑取り鉄はその中で何パーセントなのでしょうか。誰にも迷惑をかけるように強く意識している人も、そういう人にも注目してください。まあそうだよね。取り鉄みんながみんな悪いってわけじゃないのは間違いないよな。でもこいつが言ってる通り、元ツイートは迷惑取り鉄のイメージが取り鉄のイメージなわけだ。だから息子にはこうなってほしくないって言ってるんだよな。取り鉄たちが自分たちのイメージを良くしたい、いい人もいるからそこにも目を向けてくれって言うんであれば、それはその界隈で自浄作用を持ってやっていかんとダメなんじゃないの。
勘違いしたけどさ、俺ら撮り鉄はなりたくてなれるものじゃないわけ。声優さんとか歌い手さんみたいに才能や努力が必要なのよ。その上撮り鉄界隈は無給が基本。世界一優れた才能を持っててもなおそれだけでは生活できない異常な世界なんだわ。そういう世界に子供を置きたくないっていうならわかるけどね。勘違いしてんのはこいつだよ。撮り鉄限らず、うるせえよ。終わった後に喋んな。いいか、撮り鉄限らず人が何かになろうとするときに才能や努力が必要ないもんなんてこの世にねえんだよ。そんでなんで声優や歌い手引き合いに出してんだよ。お前ら撮り鉄が無給が基本だって言うなら引き合いに出すなら暴走族とかにしとけや。無給の趣味に没頭して社会に迷惑かけても悪びれることなくのうのうと生きてるって面では一緒なんだから。まあ撮り鉄さんたち全員が害悪ってわけじゃもちろんないんですけどね。でも目の前でルールを犯している撮り鉄さんがいてもカメラのシャッターバシャバシャ切ることに夢中でそれを注意するわけでもなく黙認しているなら旗から見たら迷惑撮り鉄さんの仲間にしか見えないですからね。それでいて迷惑撮り鉄と一緒にするなってのはねえだろ。ついフェミと一緒だよ。理不尽に男に死ねとか言ったり自分らの意見に賛同しない女を奴隷呼ばわりするやつに対して他のついフェミらは誰も注意するどころか下手したら同調しやがる。だからついフェミってそういう人たちなんだよねっていう世間のイメージになってるわけじゃん。その界隈のイメージを上げたいならその界隈で解決していかないとダメなんだよ。分かってほしい、誤解しないでほしい、一括りにしないでほしいってあくまで要求するばっかりで自分たちは何もしない。そりゃ撮り鉄のイメージは良くならねえよ。そして何か問題を起こせば僕たちみたいな YouTuber にネタにされちゃうわけですからね。撮り鉄もさ、家の外出て人様や社会に迷惑かけるぐらいなら家の中でプラレールの写真だけ撮ってればいいのに。まあ、これ今回取り上げたツイートの滝沢ガレソさんなんですけれども今 YouTube チャンネルを始めたみたいで3日前の動画で近隣住民にブチギレる撮り鉄が出没っていう動画があるんですけど、まあ、これめっちゃ面白かったんでこの動画で迷惑撮り鉄さんのことをもっと見たい、知りたいって思ったら概要欄の方にこれリンク貼っておくんでおすすめですね。謎の犬の声真似してる撮り鉄さんとか最高でした。それより滝沢ガレソっつったら三浦のよっちゃんじゃん。今回はここまでとなります。面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまた。ここは女性だけの街、エリオレリのウィメンズマッチ、翌朝からの解放、研ぎ澄ましたジェンダー感動。